いつもご利用いただき誠にありがとうございます。はい、スカーフをご依頼いただきました。シミの付着状況を見ていきます。はい、お品の至るところにね、こういったシミの付着があるんですが、この辺分かりやすいですかね。はい、このような形でシミの付着がございます。はい、エルメスのスカーフになります。はい、弊社の、ご依頼いただく、アイテムの中では、定番中の定番のお品になります。これはどうなんですかね。これは柄でしょうかね。ここがシミですが、ここはシミではないでしょうね。そうですね。はい、はい、まあ、エルメスのスカーフなんでね、素材は、まあ、当然シルクになるんですけれども、はい、こちらを早速シミ抜き進めていきたいと思います。はい、まあ、ご利用に先立ちま、ご利用というかね、事例の紹介に先立ちましてですね、ちょっとまあ、お願いにはなるんですが、はい、こちら発送していただく際にですね、箱ですね、これエルメスって書いてあるの分かりますかね。はい、はい、このスカーフを購入された際の箱ですね、箱ごとご送付いただいているんですが、ね、そういうケース結構ねありまして、この箱の扱いにね結構悩むことが多いんですよ。一緒に送っていただいた。で、基本まあ弊社の利用規約にはこういった箱も梱包資材とみなして、まあ、廃棄の対象にはなるというふうに記載させていただいておりますので、まあ、できましたらですね、まあ、廃棄されるんであれば問題ないんですが、梱包資材として使っていただいて、まあ、中にはね、後でね箱を返してくださいということでね、後でおっしゃられる方も中にはおられますんでね、まあ、一応、まあ、廃棄処分の対象、まあ、こういったもの、箱類は、まあ、結構ね価値あったりするんですよね、この箱もね。箱だけ、まあ、例えばネットでねメルカリとかで取引されてるとかね、そういうことも結構あるんでね、まあ、箱もね貴重なんでね、ぜひ、まあ、そうですね、後々またね公開してもいけないんで、箱はまあ一緒に送付しないで、まあ保管しておいていただければまあありがたいですね。はい、まあそれでは進めていきますが、結構でも見ないですよね、みんなね、規約には書いてあります。ないんですね。見ていただけないね。まあ頑丈やでと思って箱入れてきていただいたりするんですよね。ここはまだ新しい感じですね、シミとしては。多分食品類の付着でしょうかね、ここ今やっているシミは。洗剤を塗布して部分的に水で洗えば取れていく感じですね。ちょっとまあ油分が含まれてますのでね、こちらは問題なく取れそうですね。こっちはでもちょっと他のシミはちょっと古そうなんで、ね、特にこういうねちょっとこう柄というかこう色のある部分にかかってくるシミっていうのはちょっと慎重にやらないとね、こういうところですね、染色の堅牢度が弱い場合があるんで、どこでやろうかな、ここでやってみようか、とりあえず。
これはちょっとでも変色してそうやけどな。結構まあ動くんは動くんで、ちょっと今薄くなりましたね。薄くなったんで、まあ、取れるかとは思いますけど、いや、詰まってしまった。もしかしたら収納中に例えばあの虫の、まあ、排泄物とかね、そういう感じのシミかもしれないですね。まあ分かんないですよ。安いね、このブランド。小さいけど、こっちの芯の方が全然強くついてるんで、うん、もうちょっと下塩にした方がいいかな。こういう柄の木は、漂白している間に柄の色破壊されたりするんで、でもこれ以上薄はならんな。
当はこんなにドレンが出たらいかんねえけどな、蒸気に。ちょっとこう乾いた蒸気が出るといいんだけど。機械のセッティングも含めて。なんですけどね、分からんかな、まあここでやめといてもいいんですけど、まあ、生地にすれが出るまではもうちょっとやってみますけど、多分分かんないと思うので、はい、まあなんとかいけそうですね。はい。